皆様こんにちは。フィッシュランド石原鳥担当の佐野です。本日は当店のヨウムちゃんを紹介しようと思います。はい、こんにちは。撮影日の本日、4月の17日、現在で約3ヶ月くらいの女の子です。フィリピンの方からやってきました。はい、7月6日に、こちらのフィッシュランド石原お店の方に来ました。はい、どうもーって、どうもーって、今ですね、差し餌を朝と夜の2回と、あとズプリームのペレットですね、そちらのフルーツブレンドをあげてます。来た時すごいビビリちゃんで結構端っこに固まってたりしたんですけど、今すごい元気でーすね。ーずっと喋ってるね、なんかね。はーい、で今お店にも慣れて自分から寄ってきて撫でてとか遊んでとかっていう風なアピール結構してくれるようになってきましたね。すごく積極的だよね君ね。ごめんね。何？嫌なの？嫌なの？嫌じゃないの？はーい、ね、でも慣れてきたら慣れてきたですっごくやんちゃで、餌とかひっくり返しちゃうぐらいやんちゃですね。おてんば娘ちゃんです。この子の前なんですけども2羽ぐらいいたんですけど、その子たちに比べてもだいぶ小柄な子なんですよね。顔もちっちゃめの子だね。ね、最近ちょっとこうふとした時に人の声かなっていうぐらいのこうもじょもじょっとおしゃべりする気配が出てきました。すごく乳化が少ないヨウムちゃんなんですけど、まあ、最近ちょっとずつお店の方にもやってくるようになりましたね。画面越しでも十分にね、こう自分で毛づくろいなんかしちゃって可愛いんですけども、まあ実際見るとなお可愛いです。可愛いね、可愛いねで皆様ぜひお店の方にこの子見に来てあげてくださいね。で、また当店の方のツイッターやブログも随時更新しておりますので、そちらの方もよろしくお願いします。はい、はい、皆様ありがとうございました。バイバイって、バイバイ、ありがとうございました。